どうもサボリです。今日はね、お魚を移動します。2つあるいは3つのグループに分けて他の水槽に移動します。まずはちょっとグッピー、お前らグッピー少なくなった。ほんともう少しいたんだけどな、やりづらい。あ、結構少ないと言ってもやっぱりいるな。少ないと言っても結構いるわ。ほい、まだいるか。グッピーは、グッピーいる。よし、グッピー15匹ぐらい。続きまして、お前ら、お前ら少ねえ。やばい、水が濁る。これね、すばしっこいんだ。思い出した、お前らすばしっこいんだ。いや、すばしっこい、無理だ。これそういうの思い出した、2時間かかったんだ。違ったっけ。いや、これダメだ。魚が追い込み量だ。思い出した、追い込み量、追い込み。無理だよこれ。これは何、これ鬼ごっこじゃないんだから。ほっ、一匹だけ、ほぼ捕まえました。エビはあと3、40匹ぐらいかな。他は全部捕まえました。今ね、水合わせ中です。赤いやつは これ。グッピーはグッピーへ、グッピー水槽へ。そしてこいつらべちゃべちゃなんだけど、お前らはあっちの水槽だ。よいしょ、これが楽しみだ。エビがいるからね、これはじっくり行こう。うん、久しぶりですね。久しぶりの何レイアウトだったっけ、これ流氷レイアウト。この水槽はグッピー水槽です。うん、調子いいとは言えないですね。普通です。ヒレを見て判断するんですよ。だいたい普通じゃないかな。調子いいともっとヒラヒラするんですよ。よし、まずはグッピーをあれします。ドボンする。一匹一匹行く。ある程度あれします。ほい、ああ、もう分かんなくなった。ほい、あ、草が入った。はい、ラスト、はい、うう、よし。この水槽はね、電気代節約のために普段はイルミネーション切ってます。撮影の時だけこのイルミネーションつけてます。それとね、流動フィルターなんですけど、かなり汚れましたね。あ、そこまで汚れてないか。これもあれですよね、今ぐらいで綺麗にしたらまだまだ使える。限界までほっとくともう捨てなきゃいけないんですよね。そろそろ掃除するときかもしれませんね。うん、今やれば楽。
もう少しほっとくと全部捨てる羽目になります。はい、こんな感じです。続きまして、この水槽には赤いやつとエビ、南が十数匹ですね。はい、行きます。おっと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 、危ない、跳ねる跳ねる、おっおっ、喧嘩すんなよお前ら。合うな、合うんじゃないですか。おい、エビもエビも、お、早速、うん、お、勢力争い、勢力争いが、うん、面白いね、面白い、うん、しかし真っ赤だな。おおおお、大丈夫か。うん、凶暴さはね今はそんなないんですよ。前だったらしつこかったんですけど、逆にあれか、赤いやつの方が強いのか。そしてエビ、エビはねあと何匹、はい、ちっちゃいエビ、いった、あとは、うん、全部いきました。この水槽もねちょっとね水草の調子は落ちてきてます。そろそろ肥料を上げた方がいいかなって思ってますね。液体肥料はこの前ちょっとあげました。うん、もう少しね肥料入れた方がいいかもしれない。調子がちょっとまずいです。前傾層と後ろの草たち、そしてねグッピーを違う水槽に入れるかもしれません。そして隔離水槽の魚たちをこっちに持ってくるかもしれません。うん、そこら辺はちょっとねまだ未定ですね。続きまして、アクアテラリウム水槽、コケリウムです。まずはお魚投入。おお、すごい、お前ら元気、おい、すごいなお前ら。あ、エビがくっついてる。あれ、エビが、エビ一匹だけ入った。おい、引っかかってないか。あ、貝も、貝もいた、貝、おい、お魚逃げた、お魚、お魚端っこに固まってる。ほい、ほい、うい、あ、なんか汚いやつ。最後の貝、ほい、ああ、ドラいい、いい、意外にいい。ちょっとやっぱお魚入るとやっぱ違いますね。お魚入ると違う。あれか、隠れちゃったか。うん、魚にとっては隠れが多い方がいいですね。うん、この水槽と合いますね、意外に合う。この水槽はそんな過密にする予定はありません。あと南が何十匹か来るぐらいですね。南100匹ぐらい来てもそんな変わんないんでね。うん、この水槽は過密はしません。上から見たらどうなんだ、上から見たら。これね上から見るのもね面白いですね。
この効果もうちょっと前に出す。あ、味わいある。苔の方はね、かなり調子いいですよ。かなり密度が増えました。ふっさふさ。そしてね、ここら辺の苔、ここら辺気に入ってんですよ。このブヨブヨ地帯。けどね、思ったほどブヨブヨしてない。結構しっかりしてんですよね。硬いんですよ。硬い。この苔は意外に硬い。うん、両脇もかなりふさふさ。うん、ここら辺も、ここら辺も調子が上がってきてます。ここら辺もかなり調子が上がってきて、これはね、ちょっとね、これはちょっと調子崩してるかもしれない。前の方が良かった。このしだれ結構ね、次から次へと出てきてる。またここら辺の苔たちもかなり増えましたね。もう少ししたらさらに増えてくる。ちょっとわかるかな。枯れかけてたやつが復活してきたんですよ、ここら辺。これ楽しみだ。これ名前なんだったっけかな。ここのね、これ有形層、これもね、そのまんまですね。うん、もう少し様子見ます。何か植えようかなと思ったけど、もう少し様子見。そしてここら辺調子上がってきました。奥の方も調子がかなりいいです。そして先っぽの方、これからですね、これからさらに調子が上がってきます。そして謎の葉っぱ、謎の葉っぱが成長しました。ここにもね、これ有形かな、何か有形の葉っぱが。さっぱりしましたね。あとエビが30匹か40匹ぐらい。そしてグッピーが1匹忘れ物。残りの魚たちは多分動画外でやるかな。以上、お魚大移動でした。ありがとうございました。だいぶすくったんですけど、まだちっちゃいのがね、10匹ぐらいいるかもしれませんね。